はい、どうもこんにちは、大黒スマイルの中西です。今日はですね、アイリン地区ってどんなところというタイトルで、お届けしたいと思うんですけども、まあ動画とかでね、あのネット検索とかしてもらったら分かると思うんですけども、西成区のアイリン地区ですね、そこ検索してもらったら、結構すごい悪く書かれてたりとか、まあひどい動画がいっぱい上がってたりすると思うんですけども、果たしてね、それが本当なのかっていうのを、僕たちはあの不動産屋の観点で、実際にね、その周辺を見て回って、今現状どうなってるのかっていうのを見ていきたいと思います。ちなみに今あの2019年の12月ですので、今現在どういう風に変わっているか、まあ新しいなんかこう建物とかも建ってるっていう話を聞いたりするので、それがどういう風になっているかっていうのを見ていきたいと思います。ちなみにですね、アイリン地区っていうのはどの辺りに位置しているかっていうのを簡単にちょっと図で説明させていただこうと思うんですけども、まあこのように道路が43号線、23号線とあるんですけども、今駅で言うとね、この南海線のこの新今宮駅、萩の茶屋駅っていうのがあって、でこっちには阪海線の新今宮駅、今池駅っていうのがあるんですけども、この43号線とこの駅ですね、この今池とか萩の茶屋、この辺りを結ぶようなこの四角形のエリアですね、ここが一般的にアイリン地区と言われてます。まあ、よくね、路上生活の方がいらっしゃったりとか、あとはね、まあね、まあすごい匂いがするとか、まあ、そういうような話とか、を聞くので、まあ、今現在どうなっているかを見ていきたいと思います。ちなみに今回その動画で、ちょっとこう、まあ、自転車で動画を撮りながら、この辺をこう回ったんですけども、まあこの三角公園、この辺りを、基準に、動画を撮影していきました。ちなみに三角公園っていうのは、まあ、アメ村にも三角公園ってあるんですけども、あれとはちょっと違って、まあ、ここにはね、まあ、三角の形した公園があるんですけども、まあ、ここはね、結構、この辺りにね、路上生活の方が多いと言われているので、この辺りを基準に、ちょっとこの辺撮影していきたいと思います。警察署の方行かなかな。
あれ？買い物ということでね、まあ見て回ったんですけども、やっぱりね、まあ路上生活の方とか、やはりまあたくさんまだいらっしゃって、で今ね、あの12月なんで、まあ、冬の時期なんですけども、やっぱり匂いですかね、もう結構しましたね。だからこれからまあどんどん良くはなってくると思うんですけども、まあ2019年12月の現状は今こういう状況ですということですね。でまたね、弊社のこのチャンネルではですね、まあ、お部屋探しをする上で、まあ、分からないこととかいろいろあると思うんですけども、そういったのをこの動画で解説させてもらったりとか、実際に、ね、お部屋の中とかこういう地域ですね、行ってみないと分からないっていうようなところがあると思うんですけども、そういったところ行って動画配信とかもさせてもらっているので、また他の動画を見ていただければと思います。また動画が良ければいいねボタンとか、チャンネル登録とかしていただけると幸いです。また弊社は大阪市内で営業してるんですけども、またそのあたりでお部屋探しされてらっしゃる方がいましたら、ぜひ弊社にお問い合わせいただけると幸いです。ありがとうございました。